はい、でも結局です。今日ですね、ウィニングポスト9 2022、続きやっていきましょう。1995年11月1週からナイドスペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止でやってます。さあ今週、今週はキングアルキオーネ。まあこれはどうすかね。はい、まあどんどんいきましょう。アルキオーネ、あ、勝った、勝ちましたね。さあ、クレアフリート、まあぼちぼち引退ですね。でキングマッケンジー、まあこれもやね。エリザベス女王杯、新女王の座は誰に、2歳女王キングマッケンジー、連覇なるか、オクトベガ、エース校舎、鳥海キャロル、地方からの挑戦者、バイデンリーダー。さあクレアフリート、3着か。キングマッケンジー5着、スキッパー、そしてクレアゴアで、スーパーウェイ、マイルチャンピオンシップ、淀に集う強者たち、サマーマイルチャンプ、トロットサンダー強いですね。さあまずはスキッパー、2着か、クレアゴア、ちょっと見ますか。クレアゴア先頭、2馬身から3馬身引き離す、天馬シグナル2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した、2番手はルースワップス、クレアゴア。いや、いい走りですね。強い強い、クレアゴア圧勝ゴールイン、2着はパーシャンカデ、これは桁外れの強さだ、クレアゴア。はい、今のところ順調。スーパーウェイ1番人気で、トロットサンダーカーで、ビコペガサス、藤野真剣を、はい、まあ行きましょう。エイシンワシントン先頭、外からスーパーウェイ、 AP グランプリ先頭、スーパーウェイ先頭、引き離しにかかる、あと 200m、 これは完全にちぎれた、2番手はトロットサンダー、スーパーウェイ、スーパーウェイ強いっすね。スーパーウェイ一着、スーパーウェイ順調やね。トロットサンダー3着に藤野真剣を、スーパーウェイ春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。よし、 OK、 いいね。はい、レイコード勝ち。クレアスーパー、そしてアルキオーネ、スピード B か。まあいけてないっすね。ジャパンカップ、日本よ世界を倒せ、欧州の雄、ランド、シャドーロールの怪物、成田ブライアン、女帝、クレア三冠、正真正銘の強さ、ジェニュイン。さあ11月4週、どちらでもクレア、
まあちょっと使っとこうか。こう使いつつ、フレアクラシック。これもね、もう一つ使っちゃいましょう。はい、じゃあ進めます。クレアスーパー。まあスピードビーですからね。歩きをね。6番人気。まあ厳しいよね。スピードはね、まあ足りてるんですけどね。はい、まあまあ OK でしょう。3勝2着はプシアマゾン、これが三冠馬だ、成田ブライアン。まあ音で来てますね。クレアドレス、スーパーキングイーブン、キングアクス、クレア最速。アルキオネ、まあこれもね、3歳になったら引退っすね。チャンピオンズカップ、ダート界の頂点へ。はい、頂点行こう。統計2世、変幻自在、キングアクス、ビクトリーロード、キングイブン。まあキングイブンが強いですね。連戦連勝、クレア最速、スピードは S プラス。よし、 OK。 キングイブン、まあローテはこれで OK ですね。クレアドレス、まあこれはね、焦る必要ないっす。大物スーパー、統計2世1番人気。統計2世先頭、さあどうだ。来い、キングイブン、上がってこい。よし、いいね、勝ちましたね。で、最速か。よし、順調。最速はね、パワーないですからね。キングクレア、そしてスーパーダート。まあどっちか勝ってくれれば。あ、スーパーダート微妙やね。はい、行きましょう。まあちょっと見るか。エルシータ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ここで先頭に立ったキングクレア、残り 100m。 2番手はスーパーダート、キングクレア差を広げる。キングクレア強い強い。あ、やっぱクレアが勝ったか。ゴールイン、
2着はスーパーダート、3着に天満夕日、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはキングクレア。はい、オッケー、勝った。キングシャレの子か。一番人気エアグルーヴ。ビワハイジ先頭、内からぐんぐんと。エアグルーヴ先頭、ビワハイジ二番手。手応えはどうか。エアグルーヴ先頭、後続とは3馬身以上。さらに突き放します。残り 200m を通過して、2番手はファイトガリバー。後続は全然効けないですね。1着、2着はファイトガリバー、3着にマックスロゼ。エアグルーヴ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。はい、これはもういいとこなし。キングマッケンジー、そしてクレアドッチでも賢さ G、 また来ましたね。賢くないパターン。まあこれもね、まあ引退でいいっすよね。まあ微妙なやつは調教師にお任せできます。キングクレア1300、2100か。いけてないね。どうしますかね。まあ一応海外行きますか。まあ2100は走れますからね。そうやね。まあちょっとコツコツやるか。1300、まあマイナス100なんですが、1200はいきましょう。疲労大丈夫？疲労大丈夫なんですが、ちょっと一周休みたいね。そうやね、これでいきましょう。まあ2000走れてよかったですね。本当はね2400走れたらよかったんですけどね。まあでも厳しいか、この能力じゃね。よし、進めましょう。マッケンジー、まあぼっちぼっち頑張ってる。バブルガムフェローか、強いね。勝ちました。まあ賢さ G はね安定はしないんですが、まあスピードはねあるんでしょう。こいつは賢くないけどスピードあるパターン。有馬記念、夢のグランプリ、シャドーロールの怪物、ビクトリーロード、キングイブンで、トップガン。まあちょっとね、トップクラスとやるにはスピード足りないですよ。まあ A 以上の強さはあるんですが、まあちょっと足りないですね。さあここどうしますかね。
まあ使ってもいいけどね。キングゴールド、これちょっと一つ入れとこうよ。キングゴールドの子っていうのがいいよね。もうそれがポイント。よし、 OK、 行きましょう。ロドリゴはきついっす。マジやるやん。統計2世が一番人気、勝ったのはスーパーウェイ。よし、1番人気2番人気で、まあそうっすね、大丈夫じゃない。はい、勝ちました。賢くないけどスピードはありそうやね。成田ブライアン1番人気で、キングイブン、シアマゾンがいて、クレアス3冠で、トップガン、レベル高いね。成田ブライアン先頭、3馬身から4馬身のリード、あと 200m 後続は、まあ成田ブライアン強いですね。残り 100m、 2番手はキングイブン、後続スピード、そうですね、あと2段階、まあ S、 まあ S でどうかなっていう感じやね。イーブンのサブパラと特性で、はい、 OK、 まあやっぱり S プラ欲しいよね。表彰式いきましょう。今年はこんな感じですね。まあいい感じかな。まあだいぶ取りましたね。スーパーウェイでイーブン、イーブン、クリア3冠、マッケンジー、アウェイ、まあアウェイが強いね、スーパーウェイが。あとキングイーブン、でクリア3冠、まあヒンバ3冠プラス、ダービーで、どっちでももう頑張ったと。スピード A プラか、いいね。ケキング、ケキング、はい、どっちでも。そして三冠、トップガンは、でスーパーウェイ、スーパーウェイ、シガーどうなん。おお、さすがっすね。ガルチは強いね。サンダーガルチは強いね。ラムタラ、はい、手続きします。三冠が衰えて、キングイーブンは8歳まで使えます。スキッパー、まあこれね、引退してもいいですけどね。アクスはこれから、で最速、まあ頑張ってもらいましょう。アウェイはもう1年以後、根幹距離こいつに任せます。でキングイーブンが非根幹距離担当で、ダートも走れるっていうのはね、いいですよね。スーパーウェイもだ、ここ使いやすいんですよ。ロドリゴ、まあ一応ね勝ってましたね。まあこれどっちでもいいっすね。引退でもいいし、マッケンジーもね、もうこれもきついっすけどね、引退しようか。クレアフリート、まあこれもね悪くないんですが、引退しましょう。
大物スーパー、これきついね、引退しよう。まあロドリゴも引退しようか。ちょっと今投数多いですし、まあ絞ってね行きましょう。はい、これでスーパーイーブン。はい、でクリスタル、クレア三冠、繁殖牝馬はこんな感じですね。結構いますね。あとで確認しましょう。さあ入ってきたのがここっすね。まずスーパーイーブンで、クレアフリート、これもいいね、これもいい、これ最高です。クレア三冠、キングマッケンジーもいい、イーブンスーパーで、ニンファ、これもいいっすからね。イーブンクラシック、てか結構レベル高いのが来ましたね。まあ能力的にもね結構高いところが来ました。どうすっかなこれ。シャレ、クレアはこっちで、まあウィズオール、まあそろそろ売ってもいいっすけどね、ウィズオール、あとこのクローとか。どちらでもクレア、キングアウェイ、キングアウェイか。アンガール、まあちょっとこの辺売りますかね。枠パンパンなのでちょっとここ売ります。あーでもこの辺いましたね。まあでもいいか、こっち売るか。アンガール、アンガールちょっと回すか。しるしまる、クレアはこっち残して、印バツ、はい、じゃあこれでいきましょう。守護馬の移動はしないです。調教師、はい、そして騎手来ましたね、来ましたね。さあ多いっすね。下からいきましょう。はい、これクラブで、これもクラブっすね。
まあ、クラブというか、まあ、この辺はいらないんですが、まあ、一応クラブにあげます。これもね、クラシック、ダート、そして早め、まあ、クラシックがねちょっといけてないんですが、印はいいです。最高です。まあこれはクラブっすね。あ、遅めか、これ惜しいね。これね、スピードあると思います。ただサブパラがちょっと怪しいっすね。なんか低い。ただスピードは期待できる。はい、まあこれはクラブで、これは最高っすね。三冠取れるかも、これは楽しみ。ステイヤー、まあ芝ダートステイヤーはいいっすね。まあまあダートはまあ関係ないんですが、面白そうやね。早めでミカカッパギ20丸、まあこれもいいね。あ、でこれもいいっすね。キングゴールドの子っていうのがいいね。これもいいじゃん。これ熱いな。覚醒か、これ最高っすね。まあとりあえずこれでいきますか。はい、設定終わりました。 K キングってついてるやつは大物です。 K キングアウェイ、そしてゴールドで、 K キングクレア、あとは、K キングってついてないんですが、クレアイージー、これも超物です。はい、行きましょう。 OK。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。96年か。エンディングは突然、まあ突然でもないけどね、まあコツコツ溜まったってことやね。じゃあ今回はエンディング見て終わりたいなと思います。
はい、交代はしないです。じゃあちょっと結婚もしときますか。まあちょっと選んだことないところからいきましょう。この子行く？高松歌劇。ちょっと行ってみるか。はい、オッケー。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。